その鬼はおそらく先代の頃からよく女十名の化けでつなぎをしてとどこかに盗っていたらあるはず。でも狐には髪型でのみ働く盗賊、手がかりなんてどこにも。いや、それだけ。なんで私は狐に。うわんっつって泣きましたね。お、君君、ぼーっとして女の子。久しぶりだね、瀬戸川の源一さん。どうしてここが。前に会って源一さんを見かけたのを思い出してね。それ、本当なの？声が大きい。わしは足を洗ってるんだ。気をつけてくれねえと。ごめんね。でもその話、本当に。4年前、あれが先代が兄貴を引き取るとき。